クウェート侵攻は、1990年に発生した、イラクがクウェートを侵攻した事件である。この侵攻は後に、湾岸戦争に発展した。イラククウェート戦争とも言われる。イランイラク戦争時、クウェートはイラクを積極的に支援し、イラク南部の港湾都市バスラが戦闘により、被害を受けた時、クウェート港を解放し、また約400億ドルの資金を提供してきた。終戦後、 イラクはクウェートへの負債を返済するために石油の減産による石油価格の上昇を目的に石油輸出国機構を通じて石油の減産を求めた。しかし、オペックはイラクの求めに応じずクウェートとサウジアラビアは石油の増産を行っていた。クウェート・サウジアラビアの石油増産政策に対してイラクは増産中止と石油価格の値上げを訴えるも拒否された。 そのためイラクはクウェート国境付近に軍隊を動員して威嚇したが、アラブ諸国は脅威として捉えずに単なる脅しとみて、怪獣案による解決を考えていた。欧米諸国も同様の考えを持っており、最悪の場合でもイラクが領有権を主張していたワルバ、ブービアン領党に軍を進めるだけの局地的な紛争に止まるであろうと判断していた。実際、 イラク側の当初の作戦計画でもクウェート北部への限定攻撃とされていたが、進攻前々日の7月31日に急遽、計画が変更され、全面侵攻とされたという経緯がある。このために、イラク軍の側も十分に準備して進攻を行うことができず、特に兵艦物資の配布は極めて不十分な状態であった。1990年8月2日午前2時、 共和国防衛隊は、クウェート国境を越えて、進攻を開始した。この時、十分な弾薬、燃料を携行していたのは、RGE の戦車2個中隊のみで、他の部隊が有する兵站物資は、必要最低限のみであった。しかし、クウェート軍は、RGE の50分の1の戦力しかなかった上に、奇襲を受けて混乱しており、わずか数時間のうちに制圧され、軍の一部は、 サウジアラビアやカタールに撤退した。イラクの奇襲作戦に混乱したクウェート軍ではあったが、すぐに軍勢を立て直し、アリーサー・アリーム空軍基地を死守するなど、各所で奮戦を見せたが、力の差は歴然としており、20時間でクウェート軍の抵抗は粉砕された。クウェート市内に侵入した RG は、ダスマン宮殿を攻撃した。 首長のジャービル三世いら首長一族の大半は、軍首脳の助言に従い事前に宮殿を出て、サウジアラビアに向けて出発した後だった。しかしジャービル三世の行方で、クウェートオリンピック委員会委員長である、シェイク・ファハド・アル・サバーハは、国外からクウェートに帰国したばかりで、イラクの軍事侵攻を知らされておらず、宮殿に戻ると、RG の一軍と遭遇した。そして、 旧連合衛隊と共に銃撃戦を行った末、シェイク・ファハドは射殺された。また、共和国防衛隊により占領された、クウェート国際空港に着陸した、ブリティッシュエアウェイズ149便の乗員乗客が、イラクの首都バグダードに連行された。バグダッドで会談するサダム・フセインと、アラー・フセイン・アリー、クウェート共和国首相当初、フセイン政権は、クウェートのイラク領土編入ではなく、 同国の属国化を狙って、クウェート国内の対イラク協力者であるアラーフセインアリー陸軍大佐を首相とするクウェート暫定革命政府を成立させた。しかし、閣僚の大半がイラク人であった。1990年8月4日、同政府はクウェート共和国の樹立を宣言した。しかし、国際社会がこれを承認しないことがわかるや、8月8日、 イラク革命指導評議会は、クウェートの併合を決定。クウェートをバスラ県の一部と新たに設置したイラク19番目の県、クウェート県とした。 http://news.bbc.co.uk スラッシュ o n p h i s d a y スラッシュパーイスラッシュ d-a-t-e-s スラッシュストリーズスラッシュオーカストスラッシュイスラッシュネウスイティに百五十二万六千 252万 6937stmhathttp コロンスラッシュスラッシュ lcweb2.loc.gov スラッシュ cgi-bin スラッシュクエリースラッシュ rfrd c,、e、c. c, r d c s T テディフィールドクウェートを19番目の週にイラクが布告毎日新聞1990年8月29日夕刊7面クウェートを時刻週に イラク規制事実化狙う、朝日新聞1990年8月29日長官、7面。ありがとうございます。